おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。毎日毎日いろんなことがありましてですね、ここ最近の山田バサラの近況をですね、報告するだけでもね、シュガーホールに見学に行ったりとか、南城美術館に行ったりとか、もういろんなね、本当にここでお伝えしきれないことがね、今度のね、ツアーのデザインもね、ちょっとこう、仕上がりつつあるとかね、そういう話、いろいろね、お話ししたいことがあるんですが、今日ね、皆さんにお話ししたいことはですね、この間ね、こんなことをですね、言われたというか、聞かれたんですよ。僕毎日ここでね、ユンタクおしゃべりしてるでしょ？ね。で、皆さん、毎日見てくださってる方はね、いつもご存知と思いますけれども、今日も一日サラマンジーっていうふうにね、お伝えしてるじゃないですか。その中でね、元気でない時はないんですか？みたいに、いわゆる疲れてる時はないんですか？というようなことをですね、聞かれました。当たり前のことなんですけれどもね、当然のことなんですが、人間ですから疲れてる時ももちろんあります。ちょっとね、うまくいかず、気分がですね、少しノリノリでない時もあります。でもここでね、ユンタクする時はなるだけそういう後ろ向きな思いはですね、控えてユンタクしようというふうに、ユンタクっていうのはおしゃべりという意味ですけれども、思います。これってね、僕もね、ある意味ちょっとこう野暮な質問で、僕からしたらちょっとね、くだらない質問だなというふうに思っていたんですが、じゃあね、これね、もう少し僕が掘り下げて考えて、このね、じゃあどうして僕は落ち込んでる時もある、だからこのやり取りの中でね、じゃあ落ち込んでる時があるんだったら、こう、今日はちょっと落ち込んでます、ちょっと今日はテンション低いです、すいませんっていう風にね、そういうことでもいいんじゃないですかっていうね、聞かれ方をしたんですよ。でね、僕もそのことについてね、僕なりに考えてみたんですよ。で僕なりの今現在の結論なんですけれどもね、これは僕の仕事なんですよ。仕事、ここでユンタクしているおしゃべり動画はですね、やっぱり皆さんもそうだと思いますが、お仕事でね、お仕事の現場で、例えばちょっとね、前日家族となんかちょっと喧嘩したとかね、そういうイライラがあっても、その仕事の現場に行ったらですね、やっぱりおはようございますとか、今日の仕事山田君できてるかって聞かれたら、いや今日はちょっと嫁と喧嘩したんで、すいません、ちょっと今声かけないでくださいとかって言えないでしょ。やっぱ仕事は仕事だから、そういうね、やっぱりある程度ね、元気をね、元気な姿でエネルギッシュにやらないといけないじゃないですか。なので僕自身は仕事なんですよ。で、じゃあ僕はですね、いわゆる歌いという、今肩書きでね、髪の毛がね、ここちょっと気になってるんですけどね、歌いという今肩書きでね、こうやって動画でね、おしゃべりしてるでしょ。だからね、やっぱりね、結局毎日が仕事なんですよ。毎日が仕事。本当は24時間ね、徹底してね、歌いの仕事ができたらいい。例えばよくサッカー選手の三浦和さんなんかは、もう本当にプロフェッショナルに徹していて、コンビニに行くときもスーツとか、タキシードかな、そういう格好で買い物に行くと。いわゆる見られたときに、カズがいるって思われたときに、ジャージ着てると、カズは普段はあんな格好してるんだなって、別にジャージが悪いってわけじゃないですよ。でも、カズは自分の中の三浦和というプロフェッショナルな、イメージがあるわけですね。だから、ピッチに立っている時じゃなくて、普段どっかで見られた時も、カズかっこいいなというふうに思われるのが仕事だと、ね、思わせるっていうのだと思っていると
ということで、まあ僕はそこまでカズさんみたいになれないですけども、ただある程度ね、僕も24時間の中で人と会うとき、こうやって喋るとき、だから僕自身は仕事なんですよ。仕事だからこうやって僕はまあいろんなことねありますよ。ああちょっと焦りもあるね、いろいろね、あのまあイライラするときもあるけれども、基本はここでお伝えするときは元気な笑顔の山田バサラを務めているということで、これは仕事なんです。だからなんていうのか、仕事だから、まあ例えばじゃ あの仕事じゃないときはイライラした顔を見せるんですかって、またそれも違うんですよ。僕はなるだけね、人生は仕事ね、楽しく仕事もね、だから今仕事っていろんな捉え方があるかもしれませんが、人生トータルで言うと山田バサラという仕事なんですよ。それをできるだけ皆さんがね楽しんでもらって、そして皆さんと僕もつながっていけるように、いろんな失敗とかね、過ちはしますけれども、でもやっぱりトータルで言うと好かれてもらいたい、僕とつながってる人はなるだけ長く楽しく付き合っていきたいので、こういう風に僕は振る舞ってますっていうことなんですよね。はい、ということで、あの仕事っていうのは後ろ向きじゃないですよ。毎日が僕はね、山田バサラっていうね、あのこう歌うたいを完成させるためのですね、仕事をですね、完成、まあゴールが何か分かりませんけれども、僕のね死ぬまでのですね目標は山田バサラっていう仕事を全うできれば幸せだと思ってるので、これも仕事ですよっていう話をですね、お伝え、しました。はい、山田バサラちゃんとね、こちらの方も僕の仕事として伝えないといけないのはですね、来週の木曜日2月の23日大交流会迫ってまいりました。この日はですね、上条美希さんね、ウクレレ弾いてくださいます。そして京都からズルムケ直樹くんが来ます。なんとこんな素晴らしい三者三様のアーティストが揃ってですね、1500円ドリンク別ね、ということはまあ2000円とね、あとはまあちょっと駐車場代がかかりますけれども、はい、そのぐらいでですね、楽しい夜をですね過ごせるのでですね、で僕も楽しい夜を過ごせるように僕もですね今しっかり準備してますので、ぜひですね2月23日の大交流会、この日はおそらくあの木曜日ですけれども高級日だと思いますね。なのでぜひですね皆さん遊びに来てください。お待ちしております。今日も一日サラバンジ、今日もちゃんと仕事やったぜ。朝の動画